マリア誠です。ごきげんよう。本日もですね、私の書いた詩を読ませていただこうと思います。どうぞお聞きください。記念の柱を立てるべきでない。滅びることなき火をたこう。善も悪もあらわにする火を。ダイヤモンドの栄光の火を。天と地の混沌から生まれた始まりの神々は塔に身を隠してしまった。太陽の法要が晴れやかに残酷にすべての生きとし生けるものに降り注ぐ。太陽の傲慢は地のすべてを焦がさんとする。暗闇を育てよう。あったかで朗らかな暗闇を育てよう。暗闇を育てよう。地上に火を投じよう。分裂をもたらそう。いさかいを生じさせよう。私はこれより火の言葉で語る。反駁したい者は来るがいい。鞭打たれようと石を投げつけられようと、たとえ誉れある聖なる重荷を背負わされようと、野にそよ風が吹くようなものではないか。復職になぜ思い悩むのか。栄華を誇ったかの剣王ですら、あの野に咲く一輪の花ほどにも着飾っていなかった。何を食べようか、何を飲もうか考えるべきでない。住むところ核も広がる草原があるではないか。求めるべきはそんなものでない。才能、力、個性、そんなものは犬にでも食わせておけ。あなた方はすでに十分に持っている。なぜ気づかないのか。私は血のインクで綴り、火の言葉を語ろう。理解するなどと思うな。私は理解しない者たちのためにのみ語る。私の足跡を踏むな。足跡は自分自身でつけなさい。記念の柱を立てるべきでない。滅びることなき火をたこう。善も悪もあらわにする火を。ダイヤモンドの栄光の火を。一切の奇跡は消滅し、また同時に一切は奇跡へと変貌を遂げる。アメジストの火に性別された王子と王女の婚礼に預かる者たちは幸いである。凍れるつぼみが大輪の花を咲かせ、空の嘘を見破った鳥たちが成層圏を越える。王子と王女の婚礼に火をくべよ。あたかも聖女の家系に焚き木を添えるように、絶望の焚き木を持て。千の太陽と千の月輪とが口づけを交わし合い、万の春と万の冬とが抱擁する。あなた方の絶望の焚き木をアミジストの火に祝福された王子と王女の聖婚に捧げよう。ご視聴誠にありがとうございました。